皆様、こんにちは。Max です。今日はアメリカのトランプ暗殺未遂事件の最新情報です。Okay, まずねあの、犯人のことね。犯人のこと。あの、とても一匹を神っていうか、全く学校で あの自分一人のことばっかりやってるとあんまりもう友達しなかったみたいですよ。人と交流しなかったとかなんかね。あーそうですね。司会のソーシャルメディア、例えばフェイスブックとかなんかいろいろ全然使ってない。うん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 、うん。ねで、結構ね、あの例えば学校のガンクラブもあったんですけど、銃のクラブとかなんかね。でも彼を クラブに入るのは拒否された。なんででしょう。まあ、あの、私、前か言ってて、その、うつの方はそんなに、あの、プロじゃなかったから、からなんかね、やっぱり、ちょっと分かった,ったけど、やっぱり自分で、あの、近くのうつところ行ってるけれど、あの、全然、指導されてないんですよ。勉強してないんです。で、これも分かってますよ。あの、自由の弾丸、あの、事件の数時間前。 十電弾丸の50発はっきり変えました。うん、それは分かってるんですよ。それは、ね、やっぱりね、一応見ると、彼一人しかやってないんですけど、誰も計画してないけど、あの、アメリカこういうことありますよ。ありますよ。よくあるんですよ。あの,19の、1981年のヒンクリーさんが、なんか、レーガン大統領、その当時、レーガン大統領を、 暗殺しようとしたんですよ。暗殺未遂あったけれど、あの彼があの本当にそういう一匹を噛うタイプとか,なんか、ね、あと1980年、ジャンダネン・クロスティとマーク・チャップマン、同じような人あの。アメリカ人がこういうに事件すると自分本人が有名になる。死んでるかもしれないとか,なんか、ね、それ捕まってるかもしれない、ずっと刑務所とか,なんか、ね。 そういうな有名なのはちょっとやるけど、あの、私はね、この概要の中で、Talking Heads の音楽のミュージックビデオ、サイコーキュラー、流しますから、そういうなタイプの性格の人とかの中に、そういうのストーリーですよ。あよくアメリカこういう性格の人多いんですよ。本当に多いんですよ。で、何か、 あの情熱のこととか、なんかそういうすごい自分の人生になかったんですよ。あの一応共和党のメンバーだったけれど、あのお金をたえば15ドル、十五ドル。あの超民主党の左のところに寄付してるとか,なんかね、ねあんまり何かこれ絶対あの信じたいとか、信じてるとかな,んか,、ね、なかったみたいですよ。普通の,普通の人生ね。ね、okay. それはもう、犯人は大体そういうのところですね。で、問題は、セークルツービス。その警察ね。あの実は、完璧無能でしたね。完璧無能でしたね。えー、っとね、長官の方が、キンバリー・チートですね。彼女もね、バイデン政権で入っていてあの、ずっと女性の方にいるよとかなんかしたんですよ。 で、女性の方は、2030年まではね、30%女性とかなんかにそういうの組織を作ろう、スシークレットサービスを作ろうと考えてたけれど、まあ、今回の方は女性ははっきり肉体的に、あの自分の体でもうトランプ守ろうとするとかなんかね、それシークレットサービスの仕事ですけど、できなかったね。で、あと、もっと大きなミス。本当に大きなミス。 その本人の,のぼ、犯人の上ったの建物をカバーされてないんですよ。で、犯人がそのまま銃を持ちながら、あとはしご持ってって、そのはしごで屋根の上まで行って行ってあの、ちゃんと入っていったんですよ。えこれがで、目撃者から見られた。目撃者、その警察呼んで、銃を持っている人、入ってるよ、入ってるよとかなんかね。 で、警察の反動が、え、なにえ、なにとかなんかね、不思議ですね。で、Secret Service の、あの、そ,そのそ、狙撃兵のとこなんかあったんですよ。あったんですけれど、銃の方で見てるで、え、上がって見てて、え、なにで、それでパンプとパンプとパンプと撃ち始まって、とかなんかね、みんな無能です。まあ、 現在のアメリカでその多様性の方で、そういう訓練の方でね、あの、結構ね、例えば女性に差別しないでとかなんかね、トレーニングの方が、訓練の方は、あの、暗殺者から守る方法とかなんかではなく、こういう女性差別とかなんか芸能差別とかなんかね、差別、差別ばっかりなことで、まあ、これからその長官の方が、に議会に呼ばれていると、議会の方に、 の前で宣言しなければない。なんでそういうな、セークレットサービスいっぱい失敗しました。だから、もしトランプの前大統領が、これがまもらなかったらちゃんとやられちゃったけど、もう当ててから耳だけでやられちゃったんですね。ほう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 。あとね、あの今までもね、結構ね、あの、まあ、大統領もそうし、政治家もそうし、民主党員の方が、 結構ひどいあの言葉言ってますよ、いっぱい。今、もうもちろんみんなおとなしくなったとかなんかね。で、バイデン大統領一応この前、銃を狙う、ターゲットを狙うところに誰かトランプに入れた方がいいとか、ドーナーの方に寄付、寄付にとに言ってたけれど、一応謝ってます。そう謝ってます。で、トランプに連絡して、いや、あの、ごめんなさいねとかなんかね。あとちなみに、RFK、 RFK さん、ケネディの方ね。彼も今までシークトサービス受けてないんですよ。これはバイデン政権が決めるんですよ。で、やっと出します。やっと出します。ほう。ほう。けれど、あの、一つね、こういうのことあったんですよ。あの、トランプの、この前出した写真で、こういうガッツポーズみたいな感じで、えー、ファイト、ファイト、ファイトって言ってるんですけど、でっかいの旗があるんですよ。 もう一つそのハートの写真見せたい。トランプでしゃべる始まる前にこういうの写真がありますよ。OK。こういうの写真でこれがあの天使を見えるんですよ、普通のアメリカ人。で、特にアメリカの右派、共和党の右派の人たちがすごい宗教深い、クリスト教の深い人たちが。 多いんですよ。多いんですよ。で、これが神様からの印るし、トランプさんを守ります。トランプさん大統領になるよ。だから、こういう、まあ私も見ると、ちょっと怖いんですよ。なぜか、宗教っぽいの戦争とかなんかね、戦いになるんでしょう。で、これからまたトランプに何かいじめあるんと、何か反動的するかもしれない。で、宗教 僕、深い職人たちは、もう、福音派とかなんかね、日本でそうよくわかってるからね、あの、もう、自由もたりしとか、なんか、もっと軍人が多いし、これから宗教戦争になる可能性あると、トランプ政権がこういう宗教っぽいのところあるかもしれない。これからアメリカもそうなるかもしれない。複雑ですよね。複雑ですよね。OK。今日は、ここまでですね。あ 今月28日、東京の文京区のシビックセンターで、シビックセンターで活気であの,のしますよ。Max がわかる会、勉強会がやりまして、この話もしますよ。あの、だからセークレットサービスが本当に無能か、誰かが本当にわざと、わざととか、なんかそういう場所を開けたか、今、疑い結構そういうの論争になってますよ、アメリカで。 あはは、まあ、あま私の方、無能の方に信じたいですね。それ信じたいですね。OK。ここまでします。で、皆さん、勉強会に聞いてください。お話ししましょう。で、今日はここまで。OK。LIKE ボタンを押して、そして登録してくださいね。よろしくお願いします。